自分の周りに LGBT の人がいるとか、自分自身がそうかもしれないと思ってるような人っている？いないいないいない。多くの当事者がそれを隠しています。なぜでしょう？なんか恋人同士みたいですよね、先輩たちって。何いきなり。今度彼女連れてきなさいよ。いいじゃん、別に俺のことはさ。お父さんとお母さんは知ってるの？まだ言えてないんですよね。もし受け入れられなかったらって思うと怖いのよ。何もかも嫌になっちゃって。決めたんだな。カミングアウトしちゃったんだ。特にやりたいこともないし。仕事だけが幸せじゃないわよ。結婚とか家庭のこととか将来のことを考えると同性愛のことが付きまとうんだ。考えれば考えるほども怖くて。もう最悪、同性愛者なんていないと思ってんのよ。みんな待っててもいつかなんてやってこない。あ、実はさ、俺ゲイなんだ。自分から目をそらすな。人生一度きりだって。私たちは人生にはままならないことがあるってあらかじめ学びを定められていた。一人より早く気づけたなんて私たちラッキーよ。痛みなんて誰でも